こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽アこだまです。えっ、ー、と今日は以前にあの単、ー、物で染め上がった時にはえー、っとちょっと動画を撮らせていただいてアップさせていただいたえー、っとうちが、えー、去年一昨年からやっているおじやちじみにこう江戸コモを染めて、えー、夏清掃で着れてジャブジャブ洗えるというシリーズの中で。 えー、まあ、えー、今回のこのご要望の方は、えー、とお茶の方なんですが、えー、背中に一つも入れてほしいということでもともとその門の、えー、門紙というのを切ってですね染まらないように生地につけておいてで江戸小紋を染めてで、えー、っと最後ですね、えー、っとそれを外して。 で、門の上絵描きというのを施したという反物を作ってますというお話をしたんですけどもそれを実際に押し立てして出来上がってきましたのでそれについて、えー、と今日は動画を撮らさせていただきたいというふうに思います。でまあこれが実際によいしょ仕立て上がってきた着物なんですが。 まあこう見ていただくとちょっといわゆるおじやチヂミのしぼが寄った生地に、えー、とサメのですねゴクザメの江戸小紋が染まっているのが見えると思うんですけれども。 まあこれあの新品なのでちょっとここは外すわけにいかないのでお客様に納め収める前ですのでちょっとこの門紙をずらして見ていただくとこういう形ですね見えますかね門がこうきちっと染め抜きで白くこう入ってますね、まあ、なかなかね正直言ってえとこれも えとまあ、一番そのちょっと、えーまあ、アピールといったら変ですけど主体点としてはえー、と門ってこうしてどうしても中にこう少しこう隙間が空くというかですね地色のところが残るんですけど、えー、とあと上絵だけでなやろうとするとここにはサメが入らないんですけどこれはもともと先ほどお話したように門紙といって、えー、それをこう置いてですね そしてここに江戸小紋を染めてますのでここの,あの模様の中の空間のとこにもサメのこれがちょっと一つ特徴でなかなか、あのー、こうしたちょっと技術というかですね面倒、えー、くさい技法でありますし麻、まあえー、と,という、えー、特性上麻はなかなか正直言って染まりにくいんですね。 でえー、と染めたとしてもこう色が鳴いてしまうというで、まあ、これに結局至った理由としては、まあ、夏清掃でジャブジャブ洗えたらそれはいいよねというのが一つとも、えー、ともと、まあ、私が今こうして日々こうやらせていただいて店頭でもお客様にお話していることは、まあえー、っとうちが新しいことを何かこう作り出そうとしているのでは実はなくて。 えーまあ、江戸時代の人はどんなふうに着ていたりどんなものを使っていたんだろうということでもともと殿様のこの江戸小紋というのは紙下といって、まあ、こういういわゆる肩パッドのようなこう三角のこういう感じのものですねそれこそ遠山の金さんだとその紙下に手を入れてパッてう払うというあの紙下ですね、えー、っとあれがもともと江戸小紋を染めていたわけですね。 で、まあ、その江戸古門、うん、ねいわゆるそれがこうどんどん細かい柄になっていわゆるサメと呼ばれるあのサメ古門というものになっていくんですけれども、まあ、昔はそれで実はチーーームムカラーといいうかユニフォームを表していたんですね。何々藩の門はこれっていうのがもう決まってましたからそれを見るだけで えー、どこの藩の所属の、えー、武士なのかっていうのはすぐ分かるようにそういったことをしてたんですけど、まあ、あのパリッとしたものですね、まあ、今だとそれこそあの神社で、えー、節分の時に豆まきでよくお相撲取りさんとかがその衣装をしてるのを思い出していただければ、まあ、それがかみしもだなっていうのが分かると思うんですけれども。 もともとあの上下と呼ばれるものは、まあ、今こう江戸時代から残って現存しているものも、えー、素材は麻なんですね。でまあえっ、ー、とこれも YouTube でもよくお話しさせていただいてるんですけど、まあ、本当江戸時代では日本の国土平地面積の67割で麻を栽培していたと。で麻というのは本当に成長が早いので、まあ、2か月ですね 多少前後植え付けのことを考えても3ヶ月あれば、えー、と植えて刈り取りができるので、まあ、最大年間ででで回取ることができたんですねで。そういう植物で、まあ、平地の面積の67割で作っていたとするとかなりの量を、えー、消費してたはずで。 まあですから、えー、と昔はその朝に関して言うと、えー、一年中こう着る繊維だったんですねでどうもその朝のイメージが、えー、洋服の文化とともにこう夏物という感じにこうなってきてしまったところがあるんですけれども。 結局それでうちも、えー、江戸古門に関して言うと絹物なんかにもオリジナルを染めたりする中でなんでそのいわゆる通常の染め物というのは染料で染めてるのに江戸古門だけは糊と呼ばれる、まあ、ものですねベトベトのもので、えー、柄を伏せてそしてさらにその地を染める時もその糊の色糊をですね全体にしごきというのをかけて 蒸して染めたのかということの中で。絹だと、そんなこう、まどろっこしい手間をかけなくても十分染まるわけですけれども。まあ、えー、結局、当時は麻に染めていたので。麻、まあ、というのは、通常のこう、染料なんかで染めただけでは。色が入り込んでいかないんですね。で、まあ、染まったなと思っても、水元と言って、えー、水洗をすると、色が流れてしまうという特性があるので。基本的に。 それをこう強く定着させるために実は江戸古門ができたんじゃないかなという考え方が私の中にあってそしてそれをまあ江戸古門の作家さんにお話をして麻で染めたいという話からこういったものはちょっと実現したわけなんですけれども。ですからこれはまあ逆に言えば えーと新しく何かを作り出したというよりは江戸時代には多分当たり前のことだったんんじゃなないいのかなとうううふうに思うんですただまあ一つその通常の平朝と呼ばれるフラットな朝だとやっぱり涼しさがないのでいわゆるこの縮みというものの生地に染めているというのが、えー、これがまあ,えある意味革新的といえば革新的なんじゃないかなというふうには思うんですけれども。 えーまあ、こうししたたものがが、えー、出来上がってきましたなので逆にこうお客様の中で清掃で着たいという方にはまあ、えー、時間はかかるんですけどもこうして門のりを置いてで江戸小紋を染めてで最後そのいわゆる門上絵しあし柿きというのをしてですねこういう一つ門、まあえー、と今ね、えー、と私がちょっと一つお願いしてるのは。 羽織で、まあ、僕用なんですけど男性用の羽織で男紋ですね大きい男紋を5つも、えー、抱きと袖と背中に入れたもので。 まあえー、と男紋の紋の付き羽織で汗をかいてもジャブジャブこう洗えるものっていうのをちょっと今染めてもらってるんですけれどもそれもまた染め上がってきたらば、えー、動画でアップさせていただきたいというふうに思うんですけれどもまあ、えー、実際今日、えー、撮影させていただいて、まあ、まだ春先ですけれどもちょっと今日ね外は肌寒くて。 10度ちょっとぐらいという気温なんですけれども、まあ、私は正直言ってもう3月の後半から、まあ、こうして朝をですね、えーまあ、朝の半袢に朝の着物という形でこう着てますけれども実際やっぱり仕事をしているともうこれででも結構暑いんですねなのでその朝が、えー、なぜかいつからか えー、78月生家の、えー、着物というふうに、えーまあ、よく着物の本なんか書いて、あのー、開いてもそういうふうに書いてありますけれども、まあ、実際にちょっと着ていただくとかなり実はこれ保温性がありますで、まあ、あるお客様が言われたのは、えー、と暑い時におじやを着てて、えー、外でこう熱風なんですけども風が吹いた時に風がこう袖から抜けた時にえっ、ー、とー。 涼しく感じたと洋服だったら熱風でかえってこう暑いなっていうふうに感じるのが涼しく感じたっていうのが一つとその姿で、えー、たまたまスーパーパににお買いい物に行かれたら,んらしいんですねでよく私たち洋服でもそうですけどスーパーの食品売り場に行くともうその売り場全体が冷気でこうすごい寒い状態ってあると思うんですね。もう入った瞬間「うう寒々」っていうねその時に実はおじやを着ていたらその寒くなかったと。 いいいうお話をたただいたことがあってあ、まあ、すごくおじやのことあの朝のことを理解していただいているなというふうに思うんですけれども、まあえー、寒いところに行くと意外と暖かいで、えー、と熱風が吹くような暑い時でも涼しいというのがこの、まあ、おじやチヂミの特性なので、まあえー、そうしたもので紋付きのものを作るということで今回出来上がってきましたのでえー 皆様にご覧になっていたただきましたあのいわゆる「門残し」といって丸く穀持ちで残したものに後から書いてるのではなくてまあえっ、ー、と「門紙」といってこの白く残った部分ですねに、まあ、今これ上絵でこう黒く染料入ってますけどもそれ以外の隙間にも、えー、と江戸小紋の柄が入ってるという。 これがまあ、えー、一つちょっとまあ特徴というか売りというかですねまあより正式なものですよということで、えー、最初から、えー、生地の段階から染め抜いて作ったもんですというお話で、えー、まあこうしたものが出来上がってきました。ということで今日はえー、っとの、えー、ありがとうございました。 あとですね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、昨日来たお客さんに言われたんですが、えー、まあ、これいろんなこうね着物の知識とか、こう利用法とかを挙げてますために、えー、今正直言って250本ぐらい、えー、動画を YouTube 上にアップさせていただいてるんですね。で、こうどこを見ていいかわからないというお話があるので、一応えっ、ー、と、えー、今日から始める男着物と。 今日から始める「えー、あ、ごめめんなさい今日から始める安心男着物」というのと安心着物という2つに分けてますで、一応それは分け方としては男性用と、まあ、女性とか子供用とで、いうことで分けてるんですけれどもまあそれでこういわゆるチャンネルで見ていただいてかつ例えばアイロンのかけ方とかそういう場合は YouTube 上に上に何、えー、て言うんですかねこういう。 虫眼鏡みたいなマークがありますからそこが検索窓なんでそこに例えばアイロンとかお手入れとか洗濯と入れていただければ、えー、っとそのピンポイントにその画面になりますので、えーっとまあ、そういう検索の仕方をしていただきたいなというふうに思います。 それとまあ、えー、確実一、まあ、日おきには、えー、いろんなこういう情報をアップしてますので、えー、もしよろしければ、えー、とお気に入りというかですね登録していただくと、まあ、アップしたという情報が YouTube の方から配信されますので、えーまあえー、とチャンネル登録をしていただければというふうに思います。ということで、えー、今日はありがとうございました。